いきなり前の社長から電話かかってきたら、はい、アドレナリンが高い状態で話がパンパンパンと進んだっていう感じ。危ねえ人だろ。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。フランチャイズ実態調査ということで、フランチャイズチャンネル支援銘柄のオーナーさんに実際どうなのということを聞く企画なんですけれども、今回は何のオーナーさんでしょうか。ドライヘッドスパ専門店イヤシープの高知帯屋町店の国沢と申します。よろしくお願いします。高知から。高知から来ました。さっき到着しました。若干体調良くないですけど飛行機終わりで、はい、大丈夫です。全然大丈夫です、はい。まずイヤシープにはいつ加盟されたんですか。結構古かったよね。この10月で2周年なので3年目に入りました。はい、割とだからフル株オーナーだと思いますよ。2年経ってどうですか、はい、進捗というか波というか徐々に上がってるのかとか。正直初年度1年目は結構厳しかったです。ぶっちゃけ、はい、高知になかったのでドライヘッドスパの専門店がかなり厳しかったんですけど、うん、前田さんにだいぶケツを叩かれ、2年目はこう順調になってきた。そうですね、黒字化できるようになりました。ここに出てきてるわけだから、ここからも結構伸びていくっていう感じがね。もともと何してた人。もともとは基本的には飲食周りをちょこちょここう経営をしてて、田舎のキッチンカーであったりとか唐揚げ屋さんであったりとか、まあ、コンサルであったりとか、そういうところをやって。キッチンカーで唐揚げとかやってたんだ。キッチンカーで唐揚げではないですけどキッチンカーをやったり唐揚げ屋さんをやってた、はい、そういう、はい、いわゆる経営はしてた方なんだね。あ、そうです、はい。キッチンカー大変だったでしょ。そうですね、キッチンカーは生活するためっていうよりは結構実店舗のテストマーケティング用のキッチンカーやったので、いろんなものを売っていろんなところでどんだけのデータっていうので交流をするために作りましたね。そこから全くなんか違う美容というかヘッドスパ業界に入ったのはどういう流れなんですか。はい、これがキッチンカーで物を乗せるのにまた新しいものを考えようかなっていうので曲がりでバナナを見つけたんです。あ、そういうつながりなんだ。はい、それで前田さんとつながってという形なんだね。そうです、曲がりでバナナのフォームに問い合わせしたら、うん、知らん番号からもうちょっと電話かかってきて、うん、出たら前田ですと。僕からしたら信じられないわけですよ。まさか社長が直で電話来るとは思ってなかったので。来るよ。来るんですね前田ですって来て一瞬時が止まって、実は僕もコーチなんです、うん、っていうところからいろいろ話を多分10分15分させてもらった中で、美容もちょっと挑戦したいと思ってるんですよねってポロって言ったんですよ。ほんなら前田社長が、僕もちょうど美容を今ヘッドスパなんだけど今構成を練ってるところでみたいなところからバナナスタートって。だから早かったわけだよね。そうじゃなきゃコーチが早いなんてことはないからね。なんでと思ったもん。前田さんの地元だから友達でもやってんのかなと思ったんですか。はい、友達でなかったですね。一本の電話から次の日すぐ東京来ましたね。なんでそんなやる気が上がってる状態だったんですか。びっくりしますよね。いきなり前田社長から電話かかってきたら、はい、アドレナリンが高い状態で話がパンパンパンと進んだっていう感じ。危ねえ人だろ結構勢い系のキャラっすか。もうそんな話が来たら次の日東京行くのはみんなそうなんじゃないかなと思うんですけど、僕だけですかね。だけということはないけど多くはないよね。でも今までこうやって行動して道を切り開いてきたわけでしょ。いろんなことを。そういうタイプなんだよね。誰でもできるとは思わないし、こういう感じで加盟したらうまくいく確率は低いと思います。けども国沢さんはそういうタイプだからできるんだよ。今後もこういう感じがいいと思いますよ。ありがとうございます。前田社長からも君は多分失敗するって言われてる言われてたの最初は。普通に考えたら今の流れで失敗する人が多い。でもおそらくそうやって今まで生きてきて何とかしてきてるから、そういう力もあるんだよ。それはね、成功するって思ってたのは僕だけやったみたいですね。でも今それなりに成功してるわけでしょ。黒字はおそらくこう安定してきたかなと思います。はい、ちゃんと一つの事業として儲かってると。一定ライン損益分岐点ですよね。次のここからは安定だろっていうところにはなんとか乗っかってきたと思います。はい、なるほど。 どうですか、イヤシープ実際運営してみて大変なこととか、逆にこの本部でよかったなと思うこととか。大変やったことで言うて、触ったことない業態っていうところと、高知県自体にドライヘッドスパがないっていう、この2点がやっぱり一番大変でしたね。女性スタッフのマネジメントとまでは言わなくても、女性スタッフを使うっていうことに関しては全然難しくはなかったですか。女性男性に関わらず従業員を扱う、人を扱うっていうのはどっちかっていうと得意な方ではあったかもしれないです。コミュニケーションは結構取れる方かなと思ってたので、っていうよりもやっぱりこう認知度を上げたりとか、今までやってた飲食よりもカチッと決めなきゃいけない決まり事ってやっぱ多くて、人の体を触る仕事なので、いろいろ日々勉強しながら一から積み上げていくっていう、飲食とは違う登り方はしてきたかなと思いますね。それは違うよね。でもそれをまたどっちも成功させるのはすごいけどね。今後どうしていきたいとかっていうのはあるんですか。高知に住みながら東京の方とか社長さん方といろいろとこうつながりを持ってできているので、やっぱり田舎でも都会の情報が入りながら
田舎でもいろんな事業を展開できるよっていう高知の PR になればいいかなと、うん、それはいいよね、はい、高知も人口が多くはないけど、でも一応県庁所在地でフランチャイズでいうと大体ね 5,60 番目ぐらいに1個できるかみたいな、だから随分早いんだよ。僕も高知は何回も行ってるけどね、いろんなフランチャイズ作れ、うん、また行きたいけどね、今ちょうどカツオとかいい季節ちょっと過ぎたかな、うまいのよ、はい、行ったことないだろう。いや、あるあるある、関西の人間なんで、ね、結構まあ四国はね、東京の人はね高知とかあんまり行かないんだよね。お酒が好きな人だったらカツオクイーンだけでも行ったら、広め市場でしょ。あ、広め市場、ね、はい、あそこ大好きです、まあ、あれは他ではないよね、あの雰囲気もいいよね。曲がりでバナナは広め市場にあります。結局両方加盟したってことですか？両加盟してます。こっからなんか都会の情報とかっていうことはいろいろなビジネスやっていきたいってことですか、高知で？いろいろもう飲食にこだわらず、最近もあの買取マクサスに入ったので。あ、そうなんですか？そうなの？実は、はい。なのでいろいろやっていきたい。それはまた別で聞かなきゃですね。マクサスちなみにいつ加盟したんですか？10月1日オープンなんで今月オープンです。あ、はい、そうなんですね。へえ。研修とかも終わってみたいな。終わりました。割と研修大変でしょ？大変ですね。あれは結構よく言えば手厚いんだけど結構大変だよね。そうですね、やりがいはありますけど、うん、はい、エアシープから出てった人間の本部に加盟したと。それ別に前田さんに怒らなかったですか？前田さんに紹介してもらいました。あ、むしろ仲いいんですね、そこはね。、はい、よかったよかった。ということで前編はこんなとこで、後編は前田さんに代わって僕のところに入ってもらおうと思います。はい。